はい、皆さんおはようございます。キンポンです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、台風の接近に止まってなんかちょっと曇天なんですよ。でちょっと所用がありまして、今日はね姫路、ここ辰野市なんですけれども、まあ自動車で、30分、JR 紀新線でも30分っていうような距離感なんですが、ちょっと姫路の街に出かけてみようかと思っています。で、キンポンが幼少の頃から、ちょっと有名だったタコピア、明石焼きにソースをつけてね、食べるお店があるんですけれども、今どうなってるのかちょっと気になってね、車社会になって、まあ、なかなか駅前周辺はうろついてないんですよ。もう学生でもないんで、50を過ぎたおっさんなんで、ね、でちょっと今日はマスクを、まあ、しないといけないんで、マスクをしてちょっとお出かけをしに行ってみたいと思います。ということで今日は広場ではないんですが、ちょっと近場ドライブということで、行ってきたい変な言葉、行ってみたいと思います。ということで、じゃあ行ってきます。こっちすごい油飛んできそうやけど、あ、すげえ、取りましたおいしそう、いただきます。今日はね、木曜日で、ステーキの日、888円、いただきます。ちょっと日が落ち着いてきたんで、マカラコースとしようかなと思って、さっきこれ、姫路駅前ピオレ、だいぶ姫路も変わってきましたけどね。なかなか車社会になって姫路駅前なんかめったに来てない、姫路城見えるかな。 JR 姫路駅前、姫路駅のスタイルもねだいぶ変わってきました。こっちが、世界文化遺産姫路城、山陽百貨店、キャスパ田舎もんやな今から駅の方に向かっていこうかなと思ってますけどね。フェスタがあった時代と比べると本当に、空間が全部変わってきたなという感じはします。今日雨なんで人はちょっと少ない感じですね。はい、フェスタはね、後ろの看板であるこっちの方に映ってると思います。姫路を北口、もうすごいイメージがねガラッと変わってしまったっていう感じ、ピオレ入ります。どうか時代のことですか。300均行ってみようか、行ってきます。300均のこと、3COINS ね。もう雨になってしまったフェスタ、台風のね、そういう関係かな。まだクリスマスじゃないけど、はい、フェスタ来ました。明石焼き風たこ焼き、タコビアが名前変わったんかな、はい、愛されて50年。はい、明石風たこ焼き450円。はい。
どこたこ焼き、これ、ここ、はい、はい、どうぞって、もうやっはい、もうできた、もうできた、はい、はい、ありがとう、はい、もう一個、はい、タコピアのたこ焼き、お出汁にね、つけて食べるようになっています。これはね、学生時代からよく食べた思い出のたこ焼きなんです。明石焼きっていうのやったっけ、テロかける、かける、うん、そうそう、かける、かける、かける、全部かける、うん、全部かける、え、別で味は、あ、別で味わうはない場合とみたいな、うん、これ飲むんじゃなくてね、つけて食べる、はい、あ、もうこれ、これマスク、非常にマスクしてないから結構辛い、いただきます。このまま味わってもいいんだけど、ジャボーンって美味しい、うん、結構にこじたなんやけどね、昔ながらの、うんうん、ちょっとなんかこんな感じだな、にこじたいからこんなことしてほしい、どんなとこか、こんな感じ、こんな感じ、これちょっとうまくのまま食べるんやけど、うん、あのふわとろ、ふわとろ系みたいな、ふわとろタコ焼き、こういう感じがまたいいですね、うん、今でもこの味は忘れられない、うん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 、これじゃない、これどうやすごい通り、これね、猫みかんかな、これね、うん、ちょっとね、小腹が空いた時に食べたら美味しい、これ汁飲むやつ、飲まへんのやつ、つけて食べて、飲みはせえへんから癒やしいからさ、この辺はショートつける人とつけるの最近踏み出しちゃったとして、うん、踏み出しちゃった、お祭りなんか食べたら美味しそうやな、うん、なんか仕焼き、うん、ソースつけてくれへんねん、ほんまソースもったいないからお出汁で食べるのが当たり前、もう今年祭りないしな、うん、ほんで祭り風も味がする、うん、祭りのやつさんの身に模型があったで、うん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 、あ、お水はセルフなのここ、あれお水ないやん、お水ってないのこうやって食べたら美味しい、姫路風ね、姫路風のお疲れ様でした完食、お汁もたっぷり全部飲み込んじゃった誰が登場ったごちそうさまでした、はい、スタッフ募集はね、こんな感じ1000円やって、研修期間は900円、誰か来ます、はい、何の宣伝やねはい、次行きましょう、今年はね、もう祭りはないからということで、こういう写真展、播州の秋祭りのこういう、まあ、通路になってます。姫路は結構お祭りで有名なんですよ。まあ、地元の人はね知ってると思いますけどね。なんかこう
めちゃめちゃおとぎのあるそういう祭り。今年は祭りないからこういう展示してますけどね。まだの喧嘩祭りが一番いいんですか。これは臼杵やけどね。え、臼杵、臼杵も有名。あの辺も網走の方の祭り、全部これ網走の方が3つも入ってる、うん、大体この辺全部ヨーヤサっていうの。これで昔は詩人が出たりとか、今はそんなのないけど、これはない、これはない、はい、これおしおじゃない、もしかして、うん、おしお、まあ、おしおというのは、おしお、けじしが有名、まあもう言えば長いのからただいま帰ってきました。はい、どうも、ご視聴ありがとうございました。はい、姫路駅は、まあ、こちらはJR 紀新線の東浅草駅、近場から、まあ、本当はローカル線でね、姫路まで行きたかったんですが、またちょっと、まあ、天気が曇り雨みたいな感じだったんでね、今日はさすがに車ということで、JR ローカル線を景色をね、望みながら、まあ、近場ドライブということでご覧いただきたかったんですが、まあ、何せタコピーって、まあ、名前が変わってたんですが、明石焼き風姫路焼きみたいなソースをかけて、だしつつけて食べる懐かしい、味、今でも変わってませんでした。もうね、50年ぐらいのもう創業、50年以上ってことになるかな、近辺の幼少の頃からまだずっとこうあるってことだったんで、まあ、ちょっとそれが、食べてみたかったということで、ご紹介させていただきました。で、あと、まあ、ちょっと姫路に出たついでに、この、あ、こうや次々ね、こちらのヘチマ水ですね、こちらの方の販売も増えてきて、おりますのでね、ちょっとこう、いろいろと、その資材の調達というのも兼ねて近場ドライブに行ってまいりましたが、また次回はね、近場で、楽しめる楽しんでいただける光景をね、ご覧いただこうかなと思っていますんで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今年はね、姫路界隈、浜手って姫路の海沿いにお祭りのこと浜手の祭りって言うんですけどね、ものすごい祭りが10月に入るともう日狩りでずーっと宵みがほみあってあってね、あるが本当は楽しみのそういう地域なんですよ。で、そこもね、ご紹介させていただきたかったんですが、まあ今年はちょっとそういったことがありまして、金庫もしたくないマスクをつけて
動いてきました。はい、やっと外れました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお楽しみに。では、ほな、さいなら。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル